こんにちは、スタイリストの山俊です。今回の動画では大人の2月の着こなしをですね、具体的に3つご紹介してみたいなというふうに思っています。動画を撮影している今はですね、2月の初旬なんですが、今年の2月はですね、割とあったかいんですよね。結構日中だとですね、10度を超える日が多いので、そこまで寒くはないかなとは思うんですが、とは言っても2月というのはですね、1年の中で一番寒い季節でもありますので、この2月の寒さを乗り越えられるような大人の着こなしを今回はですね、具体的に3つご紹介してみたいなというふうに思っています。まあ、どの着こなしに関しても基本的にはベーシックで、大人の男性であれば誰でも似合いやすいものが多いかなと思うので、ぜひ今回の動画を参考にしていただきたいなというふうに思っています。使ってるアイテムに関しては、ユニクロですとか、グローバルワークですとか、あとはユナイテッドアローズのグリーンレーベルですね。このあたりの商品が多いので、結構ですね、気軽に買い揃えやすいかなと思いますので、ぜひ皆さん参考にしていただければなというふうに思っています。まあ、今回の動画では結構ベーシックで初級者向けのコーディネートになっているかなと思うんですが、もう少し中級者的なアイテムですとか、コーディネートを知りたいという方は、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルというものがありますので、そちらもですね、概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらチェックしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、まずは一つ目のコーディネートから解説をしたいなというふうに思っています。まずはですね、一番上に着ているものはロング丈のコートなんですね。まあ、いわゆるチェスターコートというものに形はほぼ近いんですけども、着丈が長くてですね、身幅に関しても少しゆったりめのコートになっています。こちらは今季ですね、グローバルワークで購入したものなんですけども、これがですね、結構バランスが良くて、個人的にもよく着ている形のコートになっています。似たようなアイテムにユニクロのチェスターコートがあるんですけども、あちらの方がサイズ感としてはオーソドックスなんですけども、もう少し今っぽさを出したいのであれば、こちらのグローバルワークのですね、少しゆったりめのコートというのもですね、合わせがしやすいかなというふうに思っています。そして内側にはですね、白のニットを差し込んで差し色的に使うようにしています。まあ、結構ですね、秋冬の着こなしって暗くなりがちなんですね。特にこういったロング丈のコートというのがブラックですとかネイビーですとかダークグレーが多いので、そういったもので覆われてしまうとどうしても暗くなってしまうので、その内側にはですね、こういった白系のニットを入れてあげると結構明るさが表現しやすいかなというふうに思っています。そしてボトムスはですね、グレー系のデニムですね。これはちょっと値段が上がるんですけども、レッドカードのものを選択しています。コートがブラックで、ニットが白、そしてボトムスがグレーということで、ほぼモノトーンで構成するようにしています。そして足元はですね、ニューバランスのチャコールグレーのスニーカーですね、1700というものを合わせています。ジーンズのグレーと足元は揃えることで、統一感を出して、まあ、なるべくですね、足長効果を出すようにしています。結構ニューバランスのスニーカーってそこも厚かったりするので、身長が低い僕としてはありがたくて、これだけで身長がですね、2センチぐらいは漏れるんじゃないのかなと思うので、結構便利なスニーカーかなというふうに思っています。そして大切なのは首元ですね。このマフラーがあるかないかで全然冬の暖かさが変わってくるかなというふうに思っています。まあ、1月もですね、こういったロング丈のコートのコーディネートをご紹介したかなと思うんですが、その際には僕はマフラーを使っていなかったんですね。ただ、さすがに2月の寒い日になると、首元が寒いとですね、体が芯から冷えてしまうので、こういったマフラーを使うといいかなというふうに思っています。まあ、今回はですね、このようなブルーだとかグレーが入ったような、すごく使い勝手のいい色合いのものを選んでいます。こちらはですね、もうおそらく2、3年ぐらい前のものかなと思うんですが、エディフィスで購入したベグというブランドのマフラーになっています。まあ、マフラーはですね、結構顔周りに位置するものなので、なるべくですね、安いもので済ませようというのではなくて、少し奮発をして1万円から1万5000円ぐらいのものを選んでもらうと、すごくバランスがいいかなというふうに思っています。で、マフラーの巻き方なんですけども、これはですね、前にも解説していますが、まあ、なるべくですね、シンプルな方がいいかなと思っています。今回はワンループと呼ばれるような、最もベーシックな巻き方をしているんですけども、ワンループという一番シンプルな巻き方をですね、あえてザクッと丁寧にしすぎないように巻くというのが、僕は個人的には気に入っています。まあ、このようなスタイルであれば、2月でもある程度小綺麗にですね、過ごすことができるかなと思うので、ぜひ参考にしていただければなというふうに思っています。まあ、僕自身はちょっとおしゃれをして買い物に行きたいなという時には、このようなロング丈のコートを着るようにしています。ぜひ簡単なコーディネートなので、皆さんも参考にしていただければなというふうに思っています。はい、続いて2つ目のコーディネートについて解説をしたいなというふうに思っています。今度の主役になっているのは、今着ているダウンですとか中綿系のアウターになっていますね。
今僕が着ているのはアークテリクスの中綿のアウターなんですが、まあ、こちらはダウンでも置き換えることができるかなというふうに思っています。上はちょっとスポーティーなものなんですが、その内側にはですねベージュ系のニットを着ています。これはちょっとですね表面に凹凸感があるもので、さらっとしたニットよりはややカジュアルに見えるかなというふうに思っています。まあ、秋冬の暗いトーンの中にちょっとした明るさを出すにはですね、こういったベージュ系のニットというのも結構使いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなというふうに思っています。そしてボトムスに関してはネイビーのストライプ柄のスラックスを合わせています。まあ、今回はこのようなダウンですとか中綿系のアウターを主役にしてますので、かなりカジュアルなんですね。その分他のアイテムは少しきれいめに振った方がバランスがいいかなと思うので、ボトムスに関してはスラックスを合わせてみました。まあ、こちらはネイビーですとかブラック単色のスラックスでもいいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなというふうに思っています。そして足元に関しては少し明るさを出したかったので、ライトグレーのですねスーパースターを合わせています。まあ、こういったものも差し色的に合わせることで、まあ、2月というですね寒い季節ではあるんですが、少し明るさみたいなものを取り込むようにしています。まあ、今回のコーディネートはカジュアルときれいめのバランスを取りながらコーディネートをしてみました。ダウンですとか中綿のアウターというのはかなりカジュアルに見えがちなので、こういったニットですとかスラックスみたいなアイテムで少しそのカジュアルさをですね中和してあげるとバランスが取りやすいかなというふうに思っています。そして今回はですねこのベージュという色ですね、これをですねぜひ皆さんにお勧めしたいなというふうに思っています。正直僕自身もですねニットの色としてはネイビーですとかブラックですとかグレー、あとは頑張ってもですね分かりやすいホワイトぐらいしか着なかったんですが、最近ですねこのベージュのニットというものを購入したんですが、まあ、結構ですねこのベージュという色を加えることで着こなしに柔らかさみたいなものを出すことができるので、ぜひ皆さんもですねベージュのニットというものもトライをしていただきたいなというふうに思っています。はい、ラスト3点目のコーディネートを解説したいなというふうに思っています。まあ、2月でも結構ですね10度を超える日も多かったりするので、そういった暖かい日に気軽にコーディネートを楽しんでいただきたいなと思ってこのような着こなしをしてみました。上に着ているのは今季のユニクロ U のフーデッドコートですね。これがですね結構薄手で快適なんですよね。まあ、僕も先日ですね子供と公園に行くときにこれを着てみたんですが、めちゃくちゃ快適でしたね。まあ、生地の感じもさらっとしていて、まあ、とにかく動きがしやすいんですね。で、着丈もですねロング丈のコートに比べるとそこまで長すぎないので、足さばきもいいですし、動いても邪魔になりにくいんですね。そういった点ではすごく着やすいコートなのかなというふうに思っています。そしてその内側にはですね、これまた先日動画でご紹介させていただいたユニクロのデニムスタンドカラーシャツですね。サイズ感に関してはややゆったりめのオーバーサイズになっていまして、これも着心地がいいですし、程よくラフな感じが伝わってくるので、めちゃくちゃ使い勝手がいいかなというふうに思っています。コートはブラックで、内側はインディゴブルーという形で、この2色はすごく相性がいいので、非常に収まりがいいかなというふうに思っています。そしてボトムスに関してはグレー系のスラックスになります。まあ、こちらもですね一応スラックスではあるんですけども、センタープレスもついていないのでもう少しラフな風合いなのと、あとはめちゃくちゃストレッチが効いているのですごく動きやすいものになっています。上半身はややカジュアルなんですが、こういったボトムスで綺麗さを出してあげるとカジュアルと綺麗めのバランスが取りやすいかなというふうに思っています。で、足元に関しては今回は大好きなエアマックス97を合わせています。こういったグレーのスラックスは結構綺麗めに見えるので、こういったものには革靴よりもですねかえってカジュアルなスニーカーの方がバランスがいいかなと思うので、僕はこういった組み合わせを楽しむようにしています。この着こなしに関してもほぼユニクロで実現ができるので、ぜひ皆さんにお試しいただきたいなというふうに思っています。まあ、大人の男性のカジュアル着として、そこまでカジュアルすぎず、かといってバリバリに決めすぎずというところで、このようなスタイルというのも結構使いやすいのかなというふうに思っています。特に日中13度ぐらい超えるときにはこのような着こなしでも結構対応がしやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では2月に使える具体的なコーディネートを3つ皆さんにご紹介させていただきました。どれもですねベーシックで使いやすい着こなしになっているかなと思うので、ぜひですね皆さんもお試しいただければなというふうに思っています。まあ、今年の2月はちょっと暖かくなりそうな感じもするんですが、それでも中にはですね5度を下回るような日もあるかなと思うので、きれいめなコートの着こなしからダウンの着こなし、そしてちょっと暖かい日にですね活用していただきたいフーデッドコートの着こなし、この3つをですね参考にしていただければなというふうに思っています。これからもですねこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてベーシックで使いやすいファッションの基本を皆さんにお届けしたいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。